ねえ、深川さん。何よ。私たち何度も下水道を行き来してるけど大丈夫かな。大丈夫って何が。匂いとか染みついちゃってない。さすがに体の匂いが気に。あ、ごめん、深川さんに匂いの話題は禁句だったね。禁じてないわよ、逆に失礼じゃない。うん、薄暗くて嫌な場所ね。あんたは下水道系女子だからいいかもしれないけど、初めて聞くジャンルだよ。だと思うけど、問題はやっぱりあの連中の方よ。まともに話を聞いてもらえるかどうか。きっと大丈夫だって。頑張って説得すればなんとかなるよ。以前だったらふえふかわしゃーんって泣きべそを書いてる場面なのにね。そんな喋り方しないって。まあ失敗したとしても、あんたのがっかりな活躍はしっかり見届けてやるわよ。うん、深川さんが見ててくれたら心強いよ。今の嫌味のつもりで言ったんだけど。へえ、それが応援してるように聞こえたってことは、もしかしたら変わったのは深川さんの方かもね。それはまずいわね。心は綺麗で口は悪いってのが私の持ち味で。あ、待って。ねえ、何か聞こえない。な、何かって。叫び声。深川さん、急ごう。子供たちが集まってる。何が起きてるの。嫌な予感がするわね。急ぐわよ。まだ
だと秘密基地が全滅しちゃうよ。迷ってる暇はないみたいよ。入ってきた入り口とは別のところから湧いているみたいね。助けてあげられなくてごめんなさい。しびれろ。
そうね。うん、まだだよ。向こうは本気でここを潰す気だよ。きっとこの程度で諦めたりしない。まだ続くの？もうこっちの体力が持たないわよ。あのね、ちょっと僕から提案があるんだ。聞いてくれるかな？提案って、何よ。敵ははしごを使わないと入れない入り口からじゃなくて、基地の奥に開けた穴から退去して攻めてきてるんだ。だから敵の攻撃をしのぐためには、なんとかしてその穴を塞がないとダメなんだよ。穴を塞ぐってどうやって？実は僕の体の中には、いざという時のために大量の爆薬が積んであるんだ。自爆用ってこと？でも度重なる戦闘で自爆スイッチが壊れちゃって、もう自分じゃ爆発できないんだ。だから君にお願いするしかないんだよ。お願いって、自分を撃って爆発させろってこと？ダメだよ。そんなの絶対にダメだって。だけどみんなを救うにはそれしかないんだよ。僕だって怖いけど、でも大丈夫なんだ。自分でも不思議なんだけど、みんなを救えると思うと勇気が湧いてくるんだよ。 AI を搭載しただけのモノクマが何を言ってんだって思うかもしれないけど、でも本当なんだよ。みんなのためなら怖くないんだ。だからお願いだよ。でも。おい、大変だ。また奥の穴からモノクマが入ってきたぞ。お願い、僕を奥の穴まで連れてって。僕はどうしてもみんなを助けたいんだよ。
あれ？今、何が？教えてください、白夜様。やっと気がついたか。お前ら、あの爆発でずっと気を失ってたんだぞ。あの、白熊は、あの子はどうなったんですか？白熊のおかげで穴は塞がった。俺たちが助かったのは、あいつの犠牲があったからだ。犠牲って、じゃあ、私は、白夜様が吐いた二酸化炭素だけでいいです。それだけで生きていけますから。もう、そろそろ正気に戻ってよ！確かに、AI キャラの特攻はお約束だからって、本当にその通りにならなくてもよかったのに。脱獄しといて自分から戻ってくるなんてなかなか勇気あるじゃねえか。現れたわね。けど今のピンチを救ったのは私たちよ。ちゃんと認めたらどうなの。ほとんど白熊のおかげだろうが、少なくとも敵のスパイじゃねえってことは認めてやるよ。それだけ？過小評価にも程があるわよ。つうか今はそんな口論している場合じゃねえぞ。白熊のおかげでとりあえずの危機は乗り越えたが、まだ一件落着とは程遠いんだ。今ってどういう状況なんですか？ガキらの開けた穴は塞がったが、今度は正面の入り口にモノクマどもが押し寄せてやがる。今はなんとか守りきれてるが、このままだと確実にやべえだろうな。時間の問題ってことですか？くそ、あいつら意地でもこの基地を潰す気かよ。でどうするの？そんな危機的状況でもまだチャンスがどうとか言って動かないつもり？あ、ハイジさん、さすがにもうこのままじゃ。んなもん分かってんだよ。分かってるけどよ。いくら怖くても戦わなきゃいけない時はあるんですよ。ん？死を恐れずに立ち上がらなくちゃいけない時があるんです。大事なものを失ってからじゃ遅いんです。深川さん、手貸して。え？あ、はい。手を貸してっていうか踏み台じゃない。ごめんね。おい、何する気だ。あの、聞いてください。何やってんの？私は何の才能もなくって、特別でも何でもない普通の人間で、そんな私がこんな風に偉そうに人前で喋るのはどうかって思うんですけど。あ、そうじゃなくて、だからっていうか、何の才能もない普通の人間だから言っておきたいっていうか。あ、すみません、なんかうまく言えないんですけど。ちょっと困る。深川さん、どうしよう。どうしようってノープラン？あんた、何がしたいのよ。それが自分でも分かんなくなっちゃって。とりあえずこれだけは言っておくわ。私がついてるから頑張んなさい。深川さん。うん。私はここの皆さんと一緒なんです。わけわからないことにいきなり巻き込まれて怯えているだけで
何もできなくて、だからそんな自分に言うつもりで喋ります。おい、いつまで被害者面してんだよ。普通だからとか弱いからとか、そんなのただの言い訳じゃねえか。そうやって自分は被害者ぶって周りのことは見て見ぬふりかよ。それでいいのか、この卑怯者。才能がどうとかそんなの関係ない。いくら才能や力があったって、怖くて痛くて苦しいのはみんな一緒なんだよ。それなのに自分は普通だからって言い訳で怖いことは他人に押し付けようとして、本当にそれでいいのかよ。普通なのは今更変えられないけど、いつまでもそれに甘えてちゃダメだよ。そうしないと、そうしないと本当に大切なものを失っちゃうんだよ。失ってからじゃ遅いんだよ。怖いのは当たり前だよ。私だって仕方ないけど、それでも私が深川さんと一緒に残ったのは間違いじゃなかったって思ってる。だってあのまま深川さんを置いてったら私はきっと後悔したもん。困る。私は深川さんやここのみんなと一緒にハッピーエンドを迎えたいんです。ベタで王道でみんな笑顔のちゃんとしたハッピーエンドを迎えたいんです。だからお願いします、私たちに力を貸してください。一緒にこの絶望に立ち向かってください。それだけです。うるさくしてごめんなさい。悔しくないの？あんなただの女子高生なんかに言われて。ここで待ってろ、俺はちょっと準備をしてくる。準備って何よ。奥の手がある、そいつにかけてみるぞ。奥の手？言おうとして失敗して痛い子見たくなっちゃったよ。上出来だったわよ。初めてちょっとだけあんたに感心したわ。本当に痛かったけど。やっぱり痛かったんだね。ただ少なくともあの臆病者どもの気持ちはちょっぴり動かせたみたいよ。驚いたよ、いきなりあんな演説を始めるなんてな。きっと後で思い出すたびに大声出したりしてごまかしちゃうと思います。けど君の言う通りかもしれないな。え？ちょっと待って、その前にあんた何持ってるの？ん？何って白熊だけど。小丸ちゃんに深川さん、ありがとう。今の演説もとっても素敵だったよ。白熊生きてたの？頭だけになっちゃったけど、奇跡的に AI チップが無事で恥ずかしながら帰ってまいりました。犠牲になったって聞いたからてっきり。まったく紛らわしいわね。でもよかった、生きてて
てくれたなら何でもいいよ。こいつのせいでトラウマものの演説までしたのに。そんなにひどかった？ううん、立派だったよ。おかげで希望の光がみんなに灯ったんじゃないかな。けど今はまだ小さな光でしかない。それを大きくするためにはもっと強力な何かが。おい、準備ができたぞ。さっさと出発だ。出発？ようやく立ち向かう気になったらしいわよ。ハイジ君、そうなの？白熊、お前のおかげだ。お前の身を挺した行動のおかげで、俺もやっと自分のやるべきことを思い出せた。感謝するぜ。あんたの演説は特に影響なかったみたいね。言わないで。これからお前らには俺と一緒にある場所に向かってもらう。そこにはこの状況を打破できる奥の手が隠されているけど、一筋縄じゃいかねえぞ。お前らも腹をくくれよ。ま、言うまでもねえだろうけどな。じゃ、俺は先に入り口のところで待ってるぞ。おいおい、そんな、任せてよ。
おいおい。任せてよ。そうね。何なのよ。もう！
何？それで？やれやれ。でも よ。なんなのよ。怪しすぎよ。
そうだよな。ちょうど敵の攻撃も小康状態みてえだ。今のうちに出発するぞ。行くってどこに？だから言ってんだろ、奥の手がある場所だってよ。だからその奥の手って何なのよ。もったいぶるわけじゃねえんだが、ちょっと口で説明するのが難しくてな。だからまずは自分の目で確認してくれ。話はそれからだ。行ってからのお楽しみなんて言い訳、90年代の少年誌じゃあるまいし。とにかくあれはガキどもの暴走を止められる最後の希望だ。それだけは間違いねえ。本当にそんなものがあるんですか？俺はお前らを信じたからこうやって教えてるんだ。お前らも俺を信じろ。チキン野郎の割に俺様キャラなのね。ただ行くのがちょっと厄介な場所でな。そうだな、お前の方が運動神経がありそうだな。よし、お前に任せるぞ。俺とメガネは後ろだ。ちょっと窮屈なのは我慢しろよ。任せるって何よ。いいか、大事なのはビビらねえことだ。そうすりゃあとはなんとかなるはずだ。説明になってないよ。早速ビビってんじゃないわよ。よくわからないけど覚悟しなさい。まだ何の心の準備も。しのぼの言ってないで、さっさと出発よ。やっほーい！もっとゆっくり、まだ心の準備が。しのぼの言ってないで、かっ飛ばすよ。ビビるどころかすっかりハマってんな。バイクなんて初めて乗ったけど、すっごい楽しいね。なんで無免の小丸が運転してんのよ。あんたが運転しなさいよ。この腕でできると思うか。それに今さら無免も何もねえだろ。そうだけど。おい、いつモノクマたちが襲ってくるかわからねえ。安全運転でかっ飛ばしてくれよ。了解。よし、到着だ。到着ってここどこ？さては人気のない場所に連れ込んで、あんなことやこんなことを。やるならさっさと終わらせて、抵抗して長引かせる気はないわ。するかよ。それにするなら苗木小丸にするさ。俺はロリコンなんだ。だからできるだけ若い方がいい。やっぱ引き返していいかな。さてそろそろだな。足元に気をつけろよ。喋ってると下噛むぞ。これってエレベーター？隠しエレベーターなんて凝った仕掛けになってんのは、ここがそれだけ重要な施設ってことだ。何せ東亜グループの秘密工場だからな。秘
秘密工場。もともとここに入れるのは東亜の幹部でも一部だけなんだが、非常時はさらに制限が厳しくなる。今この隠しエレベーターを動かせるのは俺と親父だけのはずだ。ふん、ガキどもも入れない秘密の場所ってことね。教えてもらえません？ここに何があるんですか？だから何度も言ってんだろ、俺たちにとっての最後の希望だってよ。そいつはこの工場の最深部にあるんだが、ただちょっと問題があってな。それが俺がここに来るのを渋ってた理由でもあるんだが。なんなのよ、さっさと言いなさいよ。この秘密工場は侵入者を排除するためにモノクマに警備されているんだ。モノクマに？しかもその警備のモノクマを管理している管理室とは、報道が始まって以来音信不通だ。おそらくここのモノクマどもも暴動の影響で制御がぶっ壊れちまってるんだろうな。たとえ俺でも見境なく襲ってくるはずだぞ。ちょっと待ちなさいって、いろいろおかしいわよ。そもそもどうしてモノクマが警備してんのよ。あれはガキどもが連れてきたんじゃないの？まあそういう反応だよな。けどその理由もここを進んでいけばわかる。あとは自分の目で確認してみてくれ。あんたさっきから怪しすぎよ。だろうな、自分でもそう思うくらいだけど、今は俺を信じてくれ。頼む、ここを突破できるのはお前らしかいないんだ。お前らの力を貸してくれ。俺なんかにはここのモノクマの警備網は破れねえけど、もう諦めたくねえんだよ。俺はお前らの言葉で気づいたんだ。諦めずに立ち向かわなきゃなんねえってな。ハイジさん、深川さん、とりあえず行ってみない？もうここまで来ちゃったんだしさ。途中で信用できなくなったらあんたを置いて速攻で帰るからね。それで構わねえさ。奥の手はこの工場の最深部だ。まずは下の階に行くエレベーターに乗るぞ。